明治安田生命 J2 リーグブラウブリッツ秋田は山口に勝利。試合後吉田監督が熱く語ったことは、アウェーでの試合からわずか2日、選手たちが大雨で被害のあった地域でボランティア活動をしました。日本クラブユース選手権にブラウブリッツ秋田 U18 が出場。トップチーム昇格を目指すユースの選手たちが全国に挑む。大雨の影響で災害を受けた秋田県の皆様、秋田の皆様のために全力でひたむきに戦いたいと思います。大雨によるホームゲームの中止から1週間、アウェーで山口と対戦したブラウブリッツ秋田。スコアレスで進んだ試合は後半38分、沖野が蹴ったボールに斉藤隆司が相手の選手より前に体を入れて頭で押し込み、ブラウブリッツが先制します。しかしその3分後の後半41分、ゴール正面からのフリーキックを直接決められてしまい、山口に同点とされます。アディショナルタイム突入直前の後半45分、ブラウブリッツは右サイドから沖野が上げたクロスに丹羽。追いつかれながらも土壇場で勝ち越し点を奪ったブラウブリッツ、4試合ぶりの白星です。僕たちができることは走ること、諦めないこと、秋田行ったり戦うこと。今日の勝利は秋田のためにチーム全員で走った選手たち、そして応援に駆けつけていただいたサポーター、秋田で応援してくださる皆様、それが一つになって勝利できたと思ってます。山口との試合の2日後、ブラウブリッツ秋田の選手が五城目町にいました。五城目町は記録的大雨による浸水被害が大きかった地域の一つです。ブラウブリッツ秋田選手会として災害ボランティアとして復旧の手伝いをしたいと、山口との試合に出場した選手もこの前日秋田に帰ってきて駆けつけました。大雨による被害が徐々に分かってきた18日、選手会を代表して囲い選手がインスタグラムに大雨被害からの復旧復興に必要な情報を求める投稿をしました。まあ、サッカー以前に人としてこうやって県民の皆さんが苦しんでいるのを心が痛いですし、僕らにできることは全てやるので、そこはもうやらせてほしいなと思ってます。こうした呼びかけや選手のつながりで集まったトイレットペーパーや非常用トイレなどの支援物資もボランティアセンターに届けました。その後選手たちは五城目町役場周辺で家の片付けをしている人たちを訪ねました。例えば五城目のボランティア来てて、差し入れで羊羹をいただいたので、ちょっと皆さん大変だと思うので、ぜひ食べていただいて。はい、ありがとうございます。選手会会長で秋田市出身の安田裕樹選手と、同じく秋田市出身の鈴木日向選手はサポーターにも出会いました。大変だと思うので、お願いしてください。五城目で今11人で、あ、そうなんですか。いろんなところにいるんですか。はい、いろいろ待って、ワクワクする片付けをする人を笑顔にすることもできました。僕も見てすごく感じるものがありましたし、秋田の人間として何をしていかなきゃいけないかっていうのを考えさせられています。助けてあっての秋田だと思ってちょっと秋田県民、頑張ってこうよ。頑張りましょうよ。なあ、地元ですからね。地元だから、地元愛だから。地元愛ですよ。ブラウブリッツ秋田選手会は引き続きボランティアなどで復旧復興を支援したい考えです。トップチーム昇格を目指す選手たちが全国大会に臨みました。ブラウブリッツ秋田 U18 が出場したのは、日本一のクラブチームを決める日本クラブユース選手権。5年連続5回目の出場ながら、未だ勝利がない秋田。
初戦の浦和レッズ戦で存在感を放ったのが高校2年生の守護神堀内智樹選手です。攻撃力に勝る浦和、コーチングでチームを鼓舞します。積極的にシュートを放ってくる相手に対し好セーブを連発。堀内選手は16歳ながら今年の天皇杯にメンバー登録されました。その後もトップチームの練習に参加しています。個人としてはトップチームに昇格するのを目指しますし、全国大会戦ってますけど、それよりも全然強度もスピードも違うので、やっぱり普段からいい経験がさせてもらっているので、それをチームに少しでも還元できたらいいなと思ってます。0対1で迎えた後半、相手の強烈なシュートをビッグセーブ。自分のセーブでチームを救ったなと思います。しかし試合終盤オウンゴールで失点。初戦を勝利で飾ることはできませんでした。続く2戦目、コンサドーレ札幌戦は1年生が躍動します。0対2で迎えた後半26分、15歳の佐藤がミドルシュート、1点を返します。その後も怒涛の攻めを見せますが得点はならず、予選リーグ3戦3敗、初勝利は来年に持ち越しとなりました。来年以降はやっぱ決勝トーナメントに入れるように、まあ、活躍をいっぱいして、まあ、チームで一番なれるような選手になりたいなと思ってます。突然ですが皆さんは献血したことありますか？10代から30代の献血協力者の数は2013年からの10年間で 31% も減少しています。今後も少子高齢化が進むと血液の安定供給に支障をきたす恐れがあります。ブラブリス一緒に地域に貢献できないかということも考えて、ここでやりますと若い方もたくさん応援に来ていただけますので、ぜひそういう方にも意識を上げていただいて献血もご協力いただきたいということで、この会場でやらせていただくことになりました。今シーズン J リーグはタイトルパートナーの明治安田生命、日本赤十字社、そして全国の J クラブと共同でシャレンで献血を実施しています。秋田では明治安田生命秋田支社がマッチスポンサーを務めた先月11日に行われました。献血してくださいね、皆さん献血してください。サインを書いたり写真撮影をしたりしながら選手も献血への協力を呼びかけました。対象は 400ml の全血献血のみで、所要時間は受付や健康状態の確認を含めて30分から40分です。この日は61人が献血に協力しました。若い方中心に献血に対する意識というんですかね、上げていただくためにはこういう場所でやらせていただくことはすごく意義があることだと思いますし、今回だけに限らずですね、継続してやらせていただければ嬉しいなと思っております。今シーズンは9月16日に秋田市のソユースタジアムで行われる明治安田生命秋田支社プレゼンツブラウブリッツ秋田対ビファーレン長崎でもシャレンで献血が実施されます。現在ニュージーランドとオーストラリアで開催されているサッカー女子ワールドカップに日本代表なでしこジャパンが出場しています。3大会ぶりの世界一を目指すなでしこジャパンを応援しましょう。なでしこジャパンはグループステージ2連勝で決勝トーナメント進出を決めました。グループ首位通過をかけてあさって日本時間午後4時から世界ランク6位のスペインと対戦します。
秋田市出身のディフェンダー石川リオン選手も初戦ザンビア戦でフル出場。頑張れなでしこジャパン、頑張れ石川リオン選手。 J リーグ30周年を記念して来月13日に行われるブラウブリッツ秋田のホームゲームに500組1000人をご招待。来月1日午後11時59分まで J リーグの特設サイトから応募できます。この夏は J リーグへ行こう。明治安田生命 J2 リーグブラウブリッツ秋田対ザスパ草津群馬はホームソユースタジアムで午後6時キックオフ。来月3日からの関東祭りに先駆けてオリジナル関東のお披露目もありますよ。それではキックオフ秋田、また来週。